皆さんこんにちは。精進料理でイマジン料理、今日は大根でステーキを作っていきましょう。材料はご覧の通りです。大根は水洗いして皮をむきます。筋が硬い場合は厚めに皮をむいておきましょう。皮をむいた大根を4センチ幅に切り分け、たっぷりの水で茹でていきます。この時大根のアクを取るため、少しお米も一緒に入れます。竹串がスッと入る硬さになったら、火から下ろして水にさらしておきます。じゃがいもは皮をむき、3ミリ幅にスライスします。スライスしたじゃがいもは水にさらしておきます。しめじは石突きを取りほぐします。茹でた大根としめじを一緒に昆布だしで煮て味を含ませます。その間にかけだれを作っていきましょう。鍋にだし、酒、濃い口醤油を入れて火にかけ沸かします。アルコールが飛んだら火を止めます。大根としめじに味が入ったら、だしから引き上げ水を切っておきます。熱したフライパンに油を引き、汁気を取った大根をきつね色になるまで焼いていきます。大根に焼き色がついてきたら、スライスしたじゃがいもとしめじも入れ焼いていきましょう。じゃがいもに火が通ったら、仕上げにかけだれをフライパンに入れ、大根、じゃがいも、しめじに絡めます。この時、煮詰めすぎると辛くなるので気をつけてくださいね。お皿にじゃがいも、大根、しめじ、バターをのせ、タレをかけます。最後に浅漬けを飾り完成です。いかがでしたか？栄養たっぷりで消化のいい大根は、風邪をひいた時にもおすすめの野菜です。